あれ来る季節の中を二人は一人きり、さらに明けゆく夕日の中を今夜も昼下がり、さらにどれほど朽ち果てようと最後には笑いたい。何のために戦おうとも時は愛がいい。ああ新しい日々は探さずとも常にここに、いろいろ見てきたけれどこの瞳は永遠にキラリ。あれほど生きてきたけど全ては夢みたい。あれもこれも魅力的でも私は君がいい。してしまったものを振り返ってほろり、時には途方に暮れてただ風に吹かれてゆらり。行き先切ってきたの、行き先は決めたの、迷わずに行きたいけど保証はしないよ。何か分かったようで何も分かってなくて、だけどそれが分かる本当によかった。新しい日々は探さずとも常にここに、常にここに、ここに。ああいろいろ見てきたけれどこの瞳は永遠にキラリ、永遠にキラリ、うん、ああ生きてきたけど全ては夢みたい。あれもこれも魅力的でも私は君がいい。どこにいたの探してたよ、連れてって連れてって、何もかも捨ててくよ、どこまでもどこまでも。あれ来る季節の中今回のテーマはクロニクル、5年間の歴史を振り返ります。日程は8月13日金曜日、会場は LINE キューブ渋谷、やっと皆さんにお会いできます。生田リラはこの日をもってプラソニカを卒業します。チケットの先行予約は今日から。お待ちしてます。頼むで切実じゃん、はい。